怖いんだよね。マッチでした。あ、よかった。ありがとうございます。やった、嬉しいです。俺のこともあったんだよね。そう、私たちのことじゃないです。はい。ここからはですね、まあまあ前もって告知もしているんでご存知だと思いますし、これを目的に来てくださった方もたくさんいらっしゃると思います。まあ、何かというのはちょっと番組がスタートしてから言わせてもらおうかな。はい、知ってはるでしょうけど、番組的に市川さん、何やってたの？そこにちょっと市川さんが座ってはりますけど、あ、本当気づかなかった。丸年もなびのレポーターがこのお客さんの席からかわいい。はいはい、あと言うてる間にね、1分10秒です。これ生放送なんです。実は本当にお客様の方にも向けてマイク置いときたいんです。笑い声とか取れると非常に嬉しいんですけど、なのであまり拾えないんですが、できるだけ面白いなと思ったらでっかい声で笑っていただけると。ごめん、俺昨日ちょっとドリームズカムトゥルーのライブ行ってきたからさ、ついついこの吉田美和的な動きが多くて、決めポーズ吉田美和的な動きが多くて、はい、あ、そういうことですね。何かやったら顔顔お父さん顔顔顔まだ始まってへんから大丈夫ですこれからよ、これから。30秒前ちょっと顔やらかして、はい、もうすぐです。お待たせしております。暑なってきましたね。また日差しが強い。去年もこれぐらいから暑なってきたので、すいません、日焼け大変やと思いますけど頑張りましょう。はい、すいません、もうあと5秒ぐらいです。はい、できるだけ座れる方座っていただけると後ろの方見やすいんでよろしくお願いします。はい、お待たせいたしました。ケーブルテレビのカニのもう噛んでしまった。ケーブルテレビカニの大感謝祭、はい、大感謝祭、はい、昼の部、あえて昼の部という言い方しますけれども、はい、ここからはですね、どういったことがあるのか、はい、細かく説明してやると、まあ、つまんないので、まあ、知ってますよという方もいらっしゃるかもしれません。初めて見ますぐらいの気持ちでおってください。今回のお見せしたいのはですね、はい、実はこのカニという町には非常に有名な武将が結構います、うん、例えばこの横にある三角山の向こうには明智城跡というのがありまして、そこはかの有名な明智光秀公が生まれたんじゃないかなと言われている場所で、向こうの方土田という町にはですね、土田御前という織田信長のお母さんだった方が生まれたところ、あと生駒っていうね、有名なお家もあるんですよ。はい、そのへえ、僕の家とちょっとゆかりがあったんですよ。これは驚いたんです、はい、で向こうの亀山というところには森蘭丸、森義成、森長吉という3人の、そう、そんなにそんなにやねん、すごい、今上げるとすごいですね。そうやろ、はい、改めて聞くと、調子乗って上げとこうか。はい、お願いします。カニには、はい、あの御岳っていうところには、はい、カニ才蔵っていう笹の才蔵っていうすごい豪傑がいるんですけど、その人もそこで生まれて座ったという話があります。へえ、年一つ驚くことが、はい、これ後でまた言いますけどね、はい、名古屋もてなし武将隊ですとか岡崎の武将隊ですとかいろいろあります、はい、元そこにいたっていう子たちがカニ出身っていうのが多かったです、俺は集めないと、あ、なんか奥の方で入る、はい、奥の方で集めないといけんかなと思いまして、いけんかなってどこの方でいかんかなと思いまして、今日来てくださってる人は、はい、そうです、カニのちょっと今日それ武将たちに体を貸して登場しております。はい、まあ、あんまつらつら僕が喋っても知らないんで、はい、そろそろ、あ、そうですね、皆さんお待ちかねですので、それではお待たせいたしました、はい、1日限りの降臨です。水産 CTK 蘭丸武将隊です。Yeah!
ため中央無尽に働き、攻めの三座の異を取った者の不変者じゃ。浅井朝倉三万もの兵を一戦の兵で防ぎ、信長公のお背中をお守りした後、四十八年の生涯に手を下ろしたのじゃ。我が人生は槍一筋の人生よ。ダメよし、頑張れ。いやいはぁ、いやぁは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 ぁ。わしは鬼武蔵の二つ名を持つ森武蔵の神長吉、13で家族を継ぎ16で上島、以来信長公にお仕えし、さまざまな戦場を往来、数々の武勲を挙げてまいった。華々しく27年の生涯を閉じたのだ。わしは大好きな信長公にお仕えできたことを誇りに思っておる。信長様に天下にも耐え難いものと言われ、その最後にも立ち会った森蘭丸がかの有名な本能寺の変を物語りましょう。天正10年6月2日早朝、毛利攻めを推し進める羽柴秀吉様の援軍のため、京都本能寺にわずかな禁酒を従え退治、お休みになられておりました。1万5000もの兵が迫っているとも知らずに。時は今、雨が下しるさつきかな。大量のある親方様に弓を引くのは恨みからではない。下克上をし古き因習を打ち破ってきた親方様に報いるには、自らもまた新しき道を生み出す織田信長となり、そしてただ超えることのみである。さあご覧あれ、敵は本能寺あり。また印か。水色桔梗の門、はい、明智光秀様でございます。是非に及ばず。人間50年下天の内を比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび書を得て滅せぬものの、あるべきか。親方様、この乱がお守りいたします。大義である。何人たりともここから先は通じはせぬ。このようにしてこの乱丸は
命を懸けて織田信長様に従ったのでございます。この蟹の地にゆかりある五人の勇士、時とご覧総大ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、あ、信長公だけ優しい顔に戻られてますね。ありがとうございます。じゃあ並んでいただいて少しお話を教えてください。立ち上がって並べばいいですか。はい、立ち上がって並んでください。お願いします。いや、どうもありがとうございます。軽い表情が大丈夫です。ありがとうございます。まゆちゃん、すっかり武将隊の一人みたいに真ん中に、いいよいいよいいよ、そこで、はい、インタビューしていきましょう。あ、なるほど。でもせっかくの、ね、吉成さんにマイク向いてますんで。あ、はい、はい、ちょっと吉成公という人がどんな人なんだ。森家といいますと、森蘭丸ですね、一番皆さんから見て右側、森蘭丸が一番有名なんですけれども、そのお父さんに当たる人ということですね。はい、はい、お父さん、なんだい。サマーですね。はい、こんなの本当にさっきまでね、かっこよくやってらっしゃったのと今のこの柔らかいギャップっていうのが非常にそれも魅力の人なんですけど、ありがとうございます。ここからちょっと武将としてではなくて、一個人、はい、岩智則としてちょっと話してください。はい、岩さん、今年出版ですよね。そうですね、蟹市出身。このギャップすごいですね。蟹市出身ですね。はい、爽やか、すごい爽やか。はい、今どういった活動されてるんですか。今ですね、名古屋を中心にはなるんですけども、時々ですね、この蟹市へも帰ってきてですね、イベント出演などを行いましたので、タレント活動もしております、また皆さんの前に出てくることがあるかもしれないということで、そういった折にはぜひ、あいつなんか吉成っぽいなと思ったら、ちょっと意味が全く意味わからないですか。なんかどっかで見たなというような感じになりましたらですね、ぜひ応援していただければというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。思ったんです。皆さんのヘッドセットついてますね。ついてますね。いらないかなって。じゃあ自由に喋っていただいて、いいですね。ただ結果も乗ってるので乗ってます。大丈夫です。じゃあ今こちらにいるんで、宮田大輝として、はい、丸梶もなみでおなじみ、蟹市今治出身在住の宮田大輝です。よろしくお願いします。というかこの中に地元ナビでキーちゃん知ってるよっていう方驚いたんじゃないでしょうか。はい、すごい手が上がった。今こういう姿もお見せします。久しぶりすぎて、武将隊やったの4年前なんですよ、うん、で4年ぶりに、こういう感じでやったので、なんかちょっともう忘れてますね。忘れてますか。そうそう、全然。じゃあこれで思い出していただいた。新鮮な感じがしました、うん、でも言うても花フェスタの方で皆さんね、結構活動、まあちょいちょい着ることあるんですけど、ね、人前であんまりやる機会って少ないので、今後そういった数がありましたら紹介させてください、はい、よろしくお願いします。じゃあ今度真ん中の信長様行きましょうか。はい、はい、信長役をやりました高松大輝と申します。蟹市、在住です。でですね、ありがとうございます。普段はですね、オープニングでもやったんですけれども、書道家でも活動しておりまして、月刊シティークさん の連載もやっております。で他にはですね、ラジオのパーソナリティ、そして何でしょう、CM、そして、モデルなど、いろいろ幅広くやらせてもらってます。ふと感謝祭って感じだよね。ふと感謝祭、垂れてね、垂れて、ね、この後の番組に全部影響することになるんだけど、その番組の人なのに自ら番組オープニングご覧になってない方いらっしゃったらですけど、一番最初に番組の中で大事として書いてもらいました、大感謝祭、彼がここでビデオバーッと走らせてくれました。何かご用命がありましたらぜひ、ちょっと仕事がありましたらお願いします。はい、来てください。中松大輝さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあこちらのちょっと黒い、はい、寺尾大成君に、はい、大成君って出身は、出身はですね、僕多重なんですよ。カニちゃうやん。カニ違うんですけど、主に僕カニでずっとバイトしてたんですよ。バイト？そんな感じで入れるの？ここカニかまど本店で4年間働いてて、出していい？すぐそこの赤からひろみ店ってとこで2年間ぐらいずっとバイトしてたんです。ほぼカニの人間です。
カニで僕役者を始めたきっかけになったので、カニのアーラで始めて、そうなんです、カニの演劇ユニットにも参加してたもんね。そうなんです、そこがきっかけなんで、もうカニ市出身といっても過言ではないぐらい。過言です、はい、過言です、過言です、なるほど、ね、ではない、過言ではあるけどね、はい、うん、まあ、あの、で、僕と出会ったんがカマルであるんです、ね、そうなんです、カマルで出会って、君ええ顔しとるな、ちょっと地蔵さんに拾ってもらった感じです、本当に。皆さん、あなたたちの前でこれを頑張ってるのは私のおかげです。ああ、うちはネタみたいですよ。ありがとうございます、本当に。でもこちらこそ今回の曲、はい、僕も彼氏のアーラで愛と地球と競売人っていうミュージカルに出た時に大輝さんと出会って、武将隊やるきっかけを作ったのは大輝さんですから、だから2人とも、2人ともおかげでやっておりますんで。そんなん言うたら丹羽智則も事務所の後輩やったりあ、そうですよね、初めて小林さんってお会いしてから、あの、ちゃんと話するまで多分1年以上かかってるんですよ。コミュニケーション取れない人ですね、なかなかですね、はい、黙って隅っこの方におりましたけど、ね、今はもう非常に、そんな私とお付き合いいただきまして、ありがとうございます。こんな話はどうしようかな、最後紹介した方がいいのかどうか、横川祐希くん、今日は明智光秀でやってくれました。いいんじゃない、いらん、本物、いらん、ええか、じゃあ次のコーナー行こうか。5対1 5対1 それでも前に出てきますね。今回、はい、どうしても明智光秀を出したくて、はい、あの、今名古屋を代表する役者の一人となってきてます、横川祐希をお願いしました。どうも、名古屋出身の横川祐希でございます。都会人。都会人。都会人。これって、はい、カニのなんかゆかりがあるとか、そういう方が出るんですよね。カニのゆかりは僕だけです。あ、僕にゆかりがあって、はい、あの、カニの紀藤さんとだけゆかりがある、はい、ちなみにカニに来たことは一回あの宮田さんと一緒にお仕事でね、はい、だってあのカニ氏の方とちょっとずつこう絡みがあるので声をかけていただいたのかな、このイベントであの一緒に、はい、やったこともご一緒させていただきました、はい、そこは初めてので、それぞれに活動してまして、横川くんはもう自分でプロデュースともやりながらやってます。何かイベントとかありましたらぜひお声掛けしてあげてください、はい、そこまで宣伝してもらえるんですか。生放送してますから、ね、今ありがとうございます、よろしくお願いします、お願いします、はい、今日はですね、この後この5人の武将たちと一緒に遊びながら番組最後までやっていこうかなと思っております。はい、この後やるイベント何がするのか、ちょっとそこの紹介は後にしまして、はい、まず5人の皆様には、休憩してもらうなり、舞台の上でゆっくりしてもらうなり、ゆっくりできるでしょ、はい、舞台の上で、ちょっとそれでフラッフラしておいてください。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、この後ですね、ちょっとしたゲームをやります、その準備にこれから入らせてもらいます、はい、